厚生労働省は全国でインフルエンザが流行シーズンに入ったと発表しました19日までの1週間で調査対象の医療機関のインフルエンザ患者数が6758人に上り1医療機関あたり1人を超えたため厚生労働省はインフルエンザの流行が全国で始まったと発表しました今年は主に A 香港型の季節性インフルエンザが流行していて 高齢者ががかかると重症化しやすすい傾向があります厚生労働省はワクチンを接種すればかかってしまった場合の重症化を防げるので接種してほしいと呼びかけています